腫瘍はかなりの大きさに達しています。おそらくは1週間とか。1週間ってのは何の単位だって聞いてんだ。無駄ってわからないよ。医者にそう聞いただけなんだから。どう？似合ってる？似合うも似合わないもないだろ。いや、この家想像以上にやべえわ。サラ金のカードがいっぱいだよ。私には息子が2人いるんですけどね、家族がめちゃくちゃだったから、私はもっと明るくて楽しい家にしたかった。3人でエンジンでも組んで AAO ってやるか。あなた誰？兄貴は家族に問題が起こって大変ですって顔してるけどさ、とっくにこの家族なんてぶっ壊れてんだ。いろいろあるけどさ、お母さん助けなくちゃな。俺さ、悪あがきしてみるよ。俊平か、今日俺が回った病院2軒ともダメだった。悪いんだけど明日3軒回れるか。了解っす。この病院で何軒目？10軒目です。そんなに回れないでしょ。あ、すいません、嘘つきました。6軒目です。これは初めて出会う家族の物語、でもいつか出会う真実の物語。僕たちは7日間で奇跡を起こそうとした。治療の余地があるということです。バラバラだった家族が今動き出す。こういう時は笑おうよ。うん。僕たちの家族。